はい、どうも皆さん、のまいとです。しんぱです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまたここでちょっとアメリカの話をしたいと思いますけど、いいすね、今回はアメリカの、まあ、僕小中高はまあアメリカだったので、その中でもまあ給食の話をしたいな。アメリカの学校の給食の話を。アメリカって給食ある？あ、そうですね、小中高は、そうなんだ。で出ますね。もちろん、自分たちの昼持ってきた人たちもいますが、普通に学校の、全然買う人たちもいました。あ、なるほど、はい、で、まあ、なぜ今回その話をしたいか、まあ、簡単に言いますと、クソまずかったね。いや、ありがたいです。出してくれたらありがたいです。はい、出したものはクソまずかったです。まあ、これもまた多分自分の学校、まあ学校によっては全然違うと思いますが、はいはい、けど多分アメリカ人の友達で給食美味しかったかって聞きますと、うん、ノーって言うと、ノーって言うと、そうなんだ。そうですね、結構、いや僕はいい思い出ないですね。そうなんだ。でも日本と全然違うから。まあそうですよね。日本は逆だって何が美味しかったって話で盛り上がるから。いや、そうですよね。いや、何か美味しいものありましたっけって。そんなに話し合いしてます。そんなに、給食って言ってるのは、そのあれなんでしょう、その買うんでしょ。買いますね。買うんだったら給食とか食堂みたいな感じ。食堂みたいなけど、ちゃんとした一応なんか セットみたいな飲み物もついてきますし、メインもありましたし、なんかそういうのは学食みたいな感じ。そうですね、どちらかというと多分そのイメージの方が。なるほど。けどそこら辺はひどかったですね。まあで、今回ちょっとまあ話したいポイント的には、まあどんだけひどかったか。まあ一つですね。はいはい、まあで、そのひどさのせいで、どういうなんか問題とか、はい、そんなことある。まあまあ、その、あの子供に対してどういう感じの問題とかが起きてたかとかを話したい。で、3番目には、実際なんか写真とか何個か見せたいなと。ああ、なるほど。で、まあ、4つ目は、いや、まさかの事実、そうなのっていう多分事実をちょっと話したいと。で、最後には、なぜそんなにひどかったのか。ああ、なるほど。話していきたいと思いますので。なるほど。いや、まあ、今のところは、まあ、めっちゃディスってますけど。まあ、しょうがないんですよ。許してください。そんな、まあ、今はもう、多分良くなってる場所も良くなってると思いますけど、僕の時は、まあ、なので、ちょっと、まあ、もうちょっと面白いと思いますので、ぜひ、最後まで見てください。よろしくお願いします。お願いします。サラダボール TV。 はい、じゃあまずは、まあ、まずいって言ってましたよね。まあ、どんだけひどかった、まず、まあ、実際ちょっと写真を見せたいな。あ、なるほど。まあ、これ辺に出てくると思いますが、まあ、ちょっと見た目悪いものもありますので、うわっ！ってちょっと閲覧注意。閲覧注意。給食なのに。一応書いときますね。まあ、まずちょっとこちらの方に広告外れるんじゃないかな。まあそこまで広げない。まずこれなんですけど、まあナチョズなんですけど、はいはいはい、まず見てください。野菜ほとんどない。まあフライドポテトで、これ桃なんですけど、シロップで。ああなるほどね、シロップ。ああなるほど。でこれは牛乳なんですけど、やっぱりチョコミルクなんです。へー。このナチョス、まずなぜナチョスを昼にしてんのかっていうのはありますけど、はいはいはい、このチーズ、もうバカ硬いですよ、本当に。これ多分一つ、持ち上げるとすると全部持ち上げられてると思う。え、そんな？そんな。そんな接着剤じゃないの？接着剤ですよ。本当に食べたら口閉まるんじゃないですかっていうぐらい。いやーっていうなるぐらいですね、本当に。右下なんだ。これ多分ケチャップか。あ、ケチャップね。でこのポテトも何これっていうぐらいの見た目で。これまだいい方。いい方なの、これいい方だと思う。なるほど。はいはいはい。だんだん下に行くと、これなんですけど、はいはい、これ何だと思いますか。ピザ。一応ピザです、一応ですね。けど、トマトソースはまずなんか、ケチャップっぽいんですよね。なるほど、味が違うわ。味は違う、味違うわ。なるほど。で、チーズ、これもまた、まずこれいや、なんか、いや、俺はこの正方形に、長方形にめちゃくちゃガチャッと絡まってる。爆笑するんだけど。すごいですね。いや、で、また見てください、これ。でも、またチョコミルクなんですよ。なるほど。
で、まあ、ここは珍しくちゃんと野菜あるんですけど、うん、まあ、ブロッコリーの隣にこれ見てください、うん、これドレッシングなんですよ、ね、基本的にこのドレッシングはもうクリームベースなのでめちゃくちゃ健康に悪いですああなるほど。でこのピザもまだいい方なんですよ僕がもらったのはなんかフランスパンにちょっとなんかソース塗ってチーズをベタッと入れて入っていい感じあーなるほどね。それこれだからこれまだいい方だった。あーいい方なんや、うん、こんな見た目してますけどでクッキー乗ってないやん。クッキーいやここに乗ってないやん。乗ってないやん。でこれにこれ店で出されたら僕は切れますよだって同じ 2ドルぐらいの値段でもっと美味しいピザ買えたんですよ。あーだったらそれ食べたいんですよ僕。確かにそうか。でも見た目美味しそうだけど、まあでも実際に見たら違うんだろうね。いやー、そうですね。熱々じゃないでしょ。しかも、熱々ではないです。しかもこのブロッコリーちゃんと火通ってるんですかね見た目的に。あー、なんかすごい緑が、なんか生の感じの緑なんですけど。あー、なるほど。水いや、わかんないですけど。やってないのかな。どうでしょうね冷凍とかじゃないの。あー、それはあると思いますね、うんうんうん、いや、一番この中で僕の中で美味しそうなのはそのクッキーなんですよ。一番健康に悪いですけどサラダボール TV。 で、もうこれですね。これ何でしょうね。一応チーズと肉のなんかサンドイッチの。あ、これ肉なの多分あ、そうだよね。あんこかと思ったけどそんなはずないもんな。いや、そうですね。何これ。そう、肉だと思う。肉と多分チーズのはずだと思いますけど、なんかねなんか海藻みたいな。なんか、ジャーキーみたいな。パリパリ。あ、そうそう、確かに確かに。そう、なんかすごいなんか顎が強くなりそうな感じのもので。やばやばいですよね。まずもだってパンもパンパンもうなんかカサカサやもん。しかもちゃんと切れてないし。いやーこれもあ、その下ですね。うわっ、なんでこれまたこれもこれあれでしょ、映画で見たよ、あのエイリアンの。いや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 、エイリアンの食べ物で。そこは普通の食べ物にしてくださいよいやこれもね、なんか なんだろうねなんででしょうね。これも確かにちょっとエイリアンっぽいの見ますよ。また見てるぞ、野菜がピクルスだけしかないんですよ。本当だ。しかもそのピクルスになんでソースかけてるんですか。意味わかんないです。これに関してはもうフルーツもないし、上にナゲットと何ですかねこれ。何それ。何ですかこれこれ初めてです。あ、フレッツルみたいなものですかね。あ、あとはチュロスみたいな。なのかと思う。チュロスっぽいものですかね。そんないいものないですよいやけどもう本当にもうほとんどもう考えてます。これ茶色じゃないですか。もうまあこれ緑ですけど。今3時ぐらい、こっち今3時ぐらいで、はい、お腹空いてるはずなんですけど、はい、食欲が湧いてる。いや食べたくないですよね。けど僕これ食べてたんですよ。食べないといけなかったので。食べないといけなかったんだ。そのいや食べないと、いやその1日がもう持たないんですよ。あ、なるほど。いやもうけどこの4つぐらいしか見せない、今回見せないんですけど、はいはいはい、これだけで多分分かると思いますよ。なるほど。いや、どんだけ。これも多分まだいい方だと思いますよ。まあこれはちょっと相当ひどかったと思いますけど、さっきの先ほどなんかあのジャーキーみたいなやつはこれは相当ひどいですけど、他のものは多分まだいい方だと思います。全然もっとひどいものもあります。最近セブンイレブンでさ、はい、セブンイレブンとかいろんなコンビニでさ、はい、その なんだろう、中身が入ってるに見せかけて少ないみたいなので、はい、なんか態度悪いみたいな、あ、態度悪いとか、それは成果こもってないみたいな感じでちょっとあれになってる、はい、いや、こんなん出したらもう負けよ負け、私たち潰れますっていう宣戦布告ですよ、これ、まあ、けどこれはまだこのやば、そうです、学校だからできるんだろうね。そうですね。あ、まあ、こういう見た目でした、本当に日本でよかった